ってる。映ってます。30スープカレー&ダイニング北野園庭さんにて公開生放送で放送しております。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いやー、めでたい。いや、本当にね、めでたいっすわ。いや、先月のギャラまだ振り込まれてません。めでたくねえ、それお前。めでたくねえ、ちゃんと事務所に言えよ、それお前。なんかの手違いだろ、それ。通帳記入したらびっくりしました。100円すら入ってなかった。まだ入ってない。手違いあったのかな。残念だからね。明日また通帳記入したいと思います。はい、ちょっとマネージャーに話してください。はい、はい、今日はね、何をやります。前回、はいはい、リツイート対決やりましたよ、ね、あ、そうだそうだ、やりましたね。ね、大根おろしアートを作りましたよ、はいはい、うん、作ったんですよ、前回、生放送で、うん、で、それのリツイート数、はいはい、少ない人が、うんうん、謝罪しようと謝罪、謝罪、なんだっけ、大根おろしアートを作った作った人に向けて、うん、パイオニアの方に向けて謝罪しようと。なるほどなるほど、まあ、その、そっか、結果発表も、まあ、結果発表まずですね、リツイート数の方は何ぼだったかっていうのを一斉に出しますか。一斉、一斉に行く、一斉に行きますか。順番がいいじゃん。え、一斉に行く、一斉に行きますか。一斉に行く、行きましょうか。さあ、この1週間でリツイート数はどれほどだったんでしょうか。せーの、じゃあ、なんぼ82 16 12。トヨヒロ罰ゲーム、いや、これさ、これちょっと言わせて、これはま、ちょっと言わせて、何さ、あのさ、うん、俺ね、作ったやつ、おにぎり作ったんだ、おにぎりを、まあ、見てない人もいるから、そう、大根おろしでおにぎりを作ったやつ。はい、大根おろしでおにぎりだよ、うん、で、画像で、うん、ね、見てないやつ見ろよ。いや、大根おろしか、本物のおにぎりか、どっちかも区別がつかないわけ、うん、いや、それは白いからそうだろ。でも、映像は似てんだから、ね、お前たちのやつは、うん、もうすぐわかるじゃん、大根おろしだみたいな。いや、ね、でもだから それがいいんじゃん、ね、そこ工夫して作った大根おろしで作ってますよってのが分かるようにしてんの、こっちは。いや、なんだろう、いかにリアルに、いかに本物に近づけるかっていうね、これもう3年先の笑いですわ。誰もついてきてねえよ。そこをね、こう想像を膨らまして見てほしかったの。おにぎりを大根おろしでおにぎりっていつでも作れるよ。そりゃいつでも作れますわ。誰でも作れる、誰でも作れますわ、ね、だけどあえてやったこの勇気を、うん、いや別に勇気たたえるさ、関係ないじゃないから。波風立たねえ。全然ね、社会を動かしませんでしたけども。で、お前のなんかさ、うん、作ったやつなんだっけ。ポメラニアン作ったんですよ、前回。出来上がったピカチュウみたいだったから。そうですよ、それが82っていうね。まあ、なんで多いの。いや、やっぱ前回やっぱ1万3000リツイートいったんで。1万3000めちゃくちゃか、お前。やっぱでも注目がね、あったんじゃないですかね。いやいや、その注目があったにせよ、あれが82っていうね。確かにマネージャーにもちょっと怒られました。うん、まあ、期待してるのに第2発目がこれかみたいな感じで、結構普通に怒られましたけど。いや、そうですよ。でも普通に見て一般の大根おろしアートにはうまかったよ。いや、でもさ、うん、あれをね、ポメラニアンって見てさ、これポメラニアンってなるじゃん。でもさ、俺のやつさ、おにぎりって見たら、あ、おにぎりだってなるでしょ。なるでしょ。三角
にしてノリ貼っただけのこれなんでしょ。私はみんな疲れるんだから普通に。でさ、こいつのやつもさ、なんかあのね、今日ね、うん、番組始まる前にちょっとね、ツイキャスやったのよ、うん、その時点ではこいつ8件だったの。あ、そうなんだ。そう、8件。そう、俺の方が多かったの、うん、で、ツイキャスでパッと喋ったら、うん、なんか、リツイートがなんかどんどん増えてったのね。そう。え、その時はじゃあ何、負けて、勝ってたってこと？勝ってた、勝ってた、勝ってた。そう、負けてて、こいつが罰ゲームやるんだなって俺思ってたの。え、8件増えたってこと？そう、1件に増えて。やっぱ人気だね、私。だからもうね、いやもう本当にね、うん、ツイキャスやんなきゃよかったんだよ。いや本当だよね。本当に思った。やんなかったら勝ってたのに。いやだからさ、もうこの12件、まあ12件でも僕らにしたらあるなって思う方なんですけど。確かに確かに。10件超えることがまずないからね。いやまあね、でも、うん、負けました。負けなんでね、謝罪、謝罪。まあ、調べましたところ、うん、大根おろしアートを一番初めにやったかっていうのが、うん、ツイッターのアカウントで、うん、キミマロックさんという方なんですね。キミマロックさん、はい、まあ、その方がお友達の誕生日とかお祝いに、うん、お鍋をやった時に、はい、白熊 の有名なやつ、白熊がなんかお風呂入ってるみたいなやつ。白熊の有名なやつ、白熊の有名な、あれ知らないかな、みんな。とこの大根おろしアート、いや、旭山動物園しか知らないですね。いや、逆だ。いやでもそれで有名になった方なんですよ。へー。その方が一番最初に大根おろしアートを作ってて、今本とかも出されてる方がいらっしゃる。へー。で、まあ前回ですね、企画としてその方に直接電話で謝罪をできたな、できたなっていうのね、話をしてたんですけども、なんと今回おアポの方がお取れませんでした。おやったー、取れなかった。この力のなさ。しょうがない。ダメじゃん。しょうがないよね。やっぱり売れてない芸人の要望なんて聞いてくれないさ。まあでも、うん、まあ謝罪ですからね。しょうがないですわ。でもなんか見てくれてることを信じてさ、まあ、これやっぱりこのカメラに向かって。だから見てる人もこれを、うん、もしあったら君マロックさん、そうね、に伝えてもらえれば、届けていただけたらなと、はい、思います。まあまあ負けは負けなんで。うん、じゃあカメラに向かって謝罪をね、したいと思います。お願いします。はい、じゃあなんか9をください。9、はい、それではトイロさん、君もロックさんに向けて謝罪をお願いします。どうも、君もロックさん、ラブリンゴトイロです。はじめまして。君もロックさん、何ですかね、綾野浩二君もロから撮ったんですかね。まあ大根おろしアートというのを、やらせてもらったんですけども、まあ、開発されたね、パイオニアということで、この間ツイッターなんか見てたら、1から10のものね、1を10にするのはちょっとの才能でいいけど、0を1にするのは本当の天才じゃなきゃできないというのを、サマーズの三村さんがツイッターでつぶやいてました。いや本当になんか0から1にするね、そのすごさすごいなと思いました。まあ、そんなこんな喋ってますけども、大根おろしアート二度としません。ありがとうございました。最低じゃねえかお前。何だ。最低な謝罪じゃねえか。いや本当に大根おろしアートと言っておにぎりを作ってしまって、うん、本当にすみませんでした。お、いいじゃない。なんか中盤で朝何をやって、何をやって。じゃないですか。でもいやー本当に、うん、すごいね、難しいわ、うん、大根おろしアートっつーのもさ、難しいです、確かに、ね、難しいわ、うん、ただそれで、うん、なんか俺いつ本当に納得いかないのは、さっきも言ったけど、この82っていうね、このリツイート数ですよ、うん、いやいや、でもあの作品での、いや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 、そこ何そんなに悪くなかったですから、ポメラニアンという名の、うんうん、ピカチュウの、いやピカチュウ作ってないから。うん、いやそれが納得いかないんで、もう、うん、なんだろう、大根おろしアートとしてはあれは良くないと思うのよ。良くない。お前も。そして何がこんなに良くなくて俺が突っかかってるかっていうと、うん、基本的にお前がリツイートそんなにされるっていうことが面白くない。いやそれが主体でしょ。人気なのに。なんでお前だけなんだと。
いやいやいや、だからさ、可愛いわけでもなく何か特徴的なものがあるわけでもなく、いいとこもない、いいとこないはおかしいだろ、いいとこないはおかしいだろ、へばっかりこくやつが、いやめとめへのことは、へはしょうがない、それがね、なんか今やちょっと日本で一番注目される大根おろしみたいな、なんか言われるぐらいにして、まあまあそれはちょっとね大げさですけど、ほんとね、実家なんか汚いんですよ、やめてよ、実家のこと関係ないでしょ、いや汚いんですよ、やめなさいよ、実家トミコ見てんだから、ね、大根そこら辺に散らばってるから、猫の糞とかね、ちゃんとトイレでしてるよ、クーちゃんハムソクでまた叩かれるんだから、そんなこと言ったら、いやだからこれはだから本当にちょっとこれ納得いかないから、この82件がマジか、ちょっと勝負してくれ、また大根おろしで、いや違う、大根おろしやったら、うん、もう多分ね、それこそお前がおにぎりを作ったとするわ、うん、それでも多分80いくと思ういやそれすげえな、お前っていう、いやすごい、いやすごいっすね、エマさんのネームボールってすごいっすね、いや何作ってんの、いやそんな有名になってないから、名前だけで、もうなんだって俺が多分これポメラニアン作ってあれ乗っけたら多分12いかねえ12すらいかない、いやマジで、だからとね、大根おろしアーティストを名乗るのをやめさせたい、いやそれさ、せっかくちょっとさラブリンゴの名前売れてきてるのにさ、うん、いいの、そ逆に何がえやめちゃってさ、それ、うん、いいよ、潰していかないとね、ただ面白くないだけだもんね、あのね、出る杭は打たないといや出ていいんだよ、この杭はよ、プラスになる、ラブリンゴはアンダーグラウンドから抜け出しませんバカだこいつ何でしょ、何で勝負するんですか、勝負するのは、うん、こちらに今日あります、片隅にある、なんか何だろうなと思ってたけどさ、ミニジェンガです、ジェンガ、パチパチパチ、な何も大根と関係ないじゃん、これで、これで俺らが勝ったら、うん、あの大根おろしは、分かった、あの大根おろしのやつは作っていいわ、それ自体、うんうんうん、あのそれ待ってる人がいるからな、うんうん、あれだけど、うん、ただなんかあのちょっとなんだっけ、ツイッターでねリプとか来るじゃん、うん、あの返答なし、え返信しちゃダメってこと、返信しちゃダメ、あのすっげえこいつ、わこれみたいな感じ、これみたいな感じで、あのすっごい嫌われる感じになるんだったら OK、いやちょっと待ってなんでだよ、俺がみんなにリプ返してるからごめんねっつって、あごめんね、相方から返信なくてごめんなさいねって、俺がその人たち送ってから、お前がいいかもね、お前がいい気持ちになるだけなんだよ、だから俺の人気を上げるための、最低だこいつ、私もあげたい、あげてだ、俺と木下で返してるから、私しちゃダメだ、お前しちゃダメ、私が負けたらね、だから俺と木下でお前のツイッターまず見に行くから、うん、で来たやつ俺と木下で返す、お前一切返すから、ね、細かくチェックして、ね、一切返しちゃダメだから、これで、ね、まあまあまあ負けたらね、勝てばいいから、何のために私、え、じゃあ私が勝ったらどうする、どっちかが負けたら何が、何するの、どっちかが崩してしまったらどっちか、あ俺と木下どっちかがやったら、うんうん、今のとこ私にしか不利益ないじゃない、やんなくていいんじゃない、何のためのゲームなの、したの私がただ嫌な思いするだけのゲーム、やんなくていいね、やんなくていいよ、くないよ、よくないよ、いやいや、まあ、俺と、うん、あのじゃあ分かった、あのお前のことなんかすごいいいよみたいな感じでつぶやくわ、あ相方のことってあんまつぶやかないじゃん、確かにね、実際なんかツイッターとかやっててもさ、うん、まあまあ一応ねそのライブ告知とかするけど、うん、なんか内面的なものみたいなやつとかさ、うん、あんまそういうのつぶやかないじゃん、ね、うん、でそういうなんかボケとか一切なしで、うん、すごいいい部分をつぶやきます、おお、木下さんも、じゃあ私も、木下、お、あ、じゃあブログとかやってるんで、いいですね、それは気持ちいいね、その代わりお前負けたらリプ一切返すのよ、よし、それ今後ってことでしょ、例えばこれをね今日、まあ今日ねこの後ですけども、うん、作ったやつがあったりとかね、はいはいはい、して、あすごい可愛いやつですねとか、例えばそういうのを返されたらするじゃん、うん、あのこれまたブログのね記事とか、うん、あのブログニュース載せてもいいですかみたいなやつ、え、それも、はい、あの
いいですよっつって俺が自分たちが私にいいとこばっか持ってくの、相方よろしくお願いしますみたいな、なんかもすごい意味あんのかなそれこれってどういう着色をしたんですかって言っても俺が答えるなんかあたかも自分が作ったかのように俺が答える。逆に二度手間だろ、あ、もういや、分かった、それをかけていきましょう。まあまあ負けなきゃいいもんね。負けなきゃいい、三分の一だから確率は。そうそう、大丈夫。順番はじゃんけんでいく。うい、いこう。最初はグー、じゃんけん、ほっ。うわ、おお、大丈夫、関係ない。最初はグー、じゃんけん、ほっ。時計も、こう行く、こう行く。じゃあ、こう、こう、こう行こう、OK。さあ、早えな、お前早えな、早えな。はい、OK。これは本当にちょっと負けたくないですよ。おい、おーい、まだ、ね、まだ大丈夫よ。まだ序盤はね、まだ大丈夫よ、いけるしょ。ちょっと今みんな真ん中攻めだね。うわ、やばい、やばいやばい、落ち着いて。やばい、危なっ、危なっ、俺が手震えてる。危なーい、危ない、やったね。これもうすでにちょっと傾いてんのかな。あ、やばい、キロシャ、キロシャ頼むよ、負けんなよお前。いけ、一気にいけ、一気に。ちょ、頼むよ頼むよ頼むよ。ちょっとコメントなども読む、コメント、そうだそうだがね、4件ぐらい来てる。いや、何がそうだそうだが4件ぐらい。もっとなんかいろんなのくれよ。よし、木下さん結構ね、躊躇ないんだよね。いやー、やばいじゃない、やばいじゃない、やばいじゃない、これじゃない、やば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 い、カメラ意識して、カメラ意識して、よく見て、目線、目線やばいじゃない、カメラ見ながらやった方がいいんじゃない、やっぱ見てくれてる。なんでだよ、集中させてくれよ。あ、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 やばいじゃない、やばいじゃない、やばいじゃない、エマ、エマ、エマ、お、ちょ、うるせえ、あ、あ、あ、やばいかも、ここやばいかな、もう、もう、もう、でもそれしかないでしょ。ここ行く、さあ家の猫を虐待しているエマさん。やるってなんかしてねえから。すげえ愛してる毎日。猫は38度のお湯がちょうどいい。いいからそれ。それを40度のお湯に突っ込んで。やったな。ここしか受けてねえじゃん。一緒に話してたし。ああ。やばい。ああ。ちょっとね。ダメですよ、もうダメですよ、それ抜かないダメですよ。はい、抜いてください。さあ、あ、これもやばいね、これもやばいやばいやばい。ああ、いった、いったー、おお、マジで、あー、怖え、マジか、怖え、マジか、いける、負けろ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 、忘れてる。ああ、よく探して、ね、下の方がね、お、いけるいけるいける。いや、これやだ、いや、本当にやだ、私リプ返したもん。リプは全て俺のもの、1万2000人は俺のものだー。あー、オッケー、これしよ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 し、こいつうめえんだよな。いや、待って、マジか。木下、手先器用だな。しかもね、結構躊躇ないんだよね、迷いがないのよ。いやー、よし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 、えいし、いや、すごい、いや、どうしよう、本当にやばいかも。エマさんって返事くれなくなりましたよねみたいな、冷たいってね、それが1週間後には広まってると思うと私もう胸が高鳴って仕方ない。何をしたんですか、仕方ない。メリットあるの、ラブリングとって。やばい、ちょっと待って、どうしよう、あー怖い。いや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 、いけいけいけ、いい、ちょっと待って、お前なんで変えてんだよ、お前なんで変えてんだよ、バージョン変わってるでしょ、抜いてないんだ、待って、まだずるい。いや、少し出るでしょ、もう、もう出てるじゃん、出てるよ、もう出てんじゃん、戻すって戻すってじゃん、戻すほら、戻せばいいでしょ。いやー、でもこれやばいかも、ちょっと、ほんとに
あ、もうやばいんじゃない、もうやばいんじゃない、負けた負けた、あ負け負け、本当にうるせえ本当にエマさんのこと好きだったのにっていう人が何人出るんでしょうか。え、何撮った、マジか、おい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 、あ、次どっち、誰だっけ、こっちか、俺か、いやマジか、これは危険だろ、もうもうそろそろ、いけいけ、うわあやばい、剥がしてよ、これこっちからじゃない、あ、あ、それ危ないんじゃない、マジで、いけるいけるいける、いけいけいけよ、マジ、あ、ちょっと、番組やっぱテンポ大事だから、ポンポンと、はい、ポンポンってね、うさいうさい、テンポなんかいいんだよ、テンポ大事よ、ゆっくりね、ゆっくりゆっくりゆっくりじゃない、もう30分かけてもう、あ、これダメだ、これダメだ、戻して、ちゃんと戻して、いいんだよ、戻さなくて、さっき戻させたの1万2000人が俺を待ってるんだよ、いけんじゃない、1万2000リツイート、もうそこしかない、マジか、うわあ、あー、いけるわこれ、え、さっきのとこ戻すよちゃんと、いや、セーフセーフ、あ、やばい、オッケー、やばい、やったね、やった、やばい、木の下、木下頑張って、木下頑張って、くず頑張って、あ、あるかな、いけないか、木下、おー、来たでしょ、マジで、よーし、何これ、よーし、よっしゃ、よっしゃ、やった、やった、イエーイ、イエーイ、よし、イエーイ、こんな回ってくるもん、これ回ってきたね、いけんもんだね、さあどこ、これどこ行けばいい、上、無理だな、ちょっと待って、これはいいでしょ、もうちょっと待って、ちょっと待って、マジで、いや、エマいいね、緊張して顔が長くなってきたんじゃない、いや、元からだわ、これ元からですわ、元からですわ、早く、うわぁ、ちょっと本当にどうしよう、ちょっと、さあ、今ね、カメラにエマのね、頭頂部が映ってますよ、ハゲ、最近毛が薄いと気にしているエマさん、今ハゲていたんだ、ハゲていたんだ、今最近バイト先の後輩にハゲって呼ばれてるんですよ、24にして、そうなんです、早いね、頭皮がちょっと薄くなってきたんですよ頑張れ、チェホンマン、さあ、あー、チェホンマンやばいんじゃない、やばいんじゃない、あー、やばい、どうしよう、あ、傾いてる、やばい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 、もうこれ、もう行こ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 う、行っちゃう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 、だ、行け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 、さあ、くずせ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 、崩せ、うえーっしゃー、なんなんだよー、よっしゃ、崩せ、おえーなんなんだよ、リップ返せないの結構きついもん、盛り上がってきました、めっちゃ見てる人増えたね、一気に、やばいぞ、これいけいけ、おっしゃ、これ見てる、落ち着け、盛り上がってきました、足の引っ張り合いコメントが来ておりますよ、あ、ダメだ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 、あーやだ、負けたくない、これよく探して、マジマジで、あーやばい、テーブル濡れてるよ、あー行こう行こう行こう、それもうダメだわ、それ行かないと思う、ルール的に上を少し戻して、う
の上の段を付け替えて。いやちょっとありありこのなんか協力プレイ。ありあり。上の段がちょっと同じ。あとなんか下もここへが。いやちょっと待って。ダメダメダメ。ずるずる。こっちに。アドバイスなしアドバイスなし。なんか早く止まった。ずるずる。簡単に言ったの？お前何なんだよ。お前何なんだよ。すげえ。お前やめろお前。お前そんな才能あったのか。こっちこっちですね。マジか。いや2級ね結構。何しにしたんだよ。これ無理だって。これいける。やったね。よっしゃ。あったこれ。これもう内緒。もう内緒。崩れる。やばいんじゃない、やばいんじゃない、やばいんじゃない。あ、これやばいよ、やばいよ、やばいよね。ここ攻めたらさ、いや、いけ、大丈夫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 。あー、やばい、これやばい。あー、やばい、ちょっと、ほんと大丈夫、大丈夫、いけ、やばい、もう、なんか手が斜めになってる、斜めになってる、いけって、ちょっと、うるさい、斜めだ。やばい、今、あー、すごいみたいなとか。だから俺と木下が、ね、知らない人がお前にすごいって来たら当たり前だろって当たり前だろお前って今週いっぱいずっとってこと。今週いっぱいずっと、今日だって新作発表するんですよ。新作発表しますよね。結構自信あるから。その新作に対してのリプは豊弘と木下でお返しします。お願いします。だからなんか結構さ、どんな質問多かった？いやなんか本当、着色は何されてんですかとか、うん、あとその後食べたんですかとか、あと本当に、うん、あの記事にしていいですかって公式なリップとかも 3、4件来ましたし、作り方、あと写真いただいていいですか、壁紙にしたいですとか、すごい来るよ。壁紙ダメですわ。いやなんでだってささせませんよそんな性格悪い。壁紙にしていいですかって言ったら1枚100円で最低だろ、どんどん嫌われていくぞ、ラブリー。もうね、いやー、やりました。マジか、これやったね。いやー、ほんとに負けたくなかったんだよな。さあ、ということで、まあまあね、うん、勝負はつきましたんで、あれですけども、じゃ今週いっぱいね。はい、今週いっぱい罰ゲームの話も、まあ一応私ツイートしますわ。ああ、わかりました。じゃあ言っといてください。今週それはあれ、大根おろしアートに対してじゃなくて、はい、私に対する全部の、例えばファンの方々とか、はい、お友達からのリプとかも全部2人が返すの。全部、そう、全部。だからなんか、普段どんなところで活動されてるんですかって言われたら、そんなこと言う義理ないですよねっていうのも返しますから。そう言ってる調子のうなってっていうふうにあさ、お前らがさ、自分自身の首絞めてることに気づけよそれは気づけよ。だ、女の子に対しては優しく返しますけど、うん、そう、お前の主観じゃねえいやでもまあまあね、あの頑張ります。1週間頑張ります。私は変な話、1週間リプ返信しないでいいってことね。わ、はい、かりましたわかりましたえ、まさにリプ送るしか書いてる。皆さん、今週いっぱいは、ね、私に送っても2人が返しますから、はい、それを楽しんでください皆さん、今週は。はい、はい、さあ、うん、続いては今週、エマさんの新作コーナー！今回の放送から、うん、一応毎週大根おろしアートを作って、はい、ネットテレビの放送の最後にちょっと発表するっていう形を取らせていただきたいなと思いまして、はい、今回はですね、じゃ新作作ってまいりました。はい、いいですか？自信ある？めっちゃある。マジで？めっちゃある、今回。これ何？やっぱ見たら、おおってなる。いや、前回はなんか、ポメラニアン作りました、できましたさ、会場が、
ああっていう、ね、なんだろう、俺らもさちょっとあの猫の出来を見てさ、そう自分で作ってないじゃない、ちょっと予想的には俺と木下がああみたいな感じで、おおやっぱすげえなを期待してたら、そうね、俺と木下が、あー、はははーみたいな、エマさん、どうぞ、ドン、はーみたいな、うん、その流れだったんだね、その流れだった、うん、すげえ会場しらけた感じは、大丈夫、今週大事よ、いきます、はい、いいですか、じゃあ今週作った作品とは何でしょうか、はい、私の大好きな馬を作りました、うん、ドン、どうする、どうだ、およくない、結構本当に作ったの、これ本当に作りました、これすごいでしょ、結構これはもう初公開ですよね、これ初公開、言うなればこれからツイッターにあげようかなと思ってんだけど、おお、あのね、豆腐っていう豆腐結構ね、魚だとあれですよね、冷めるとかそういうマイナスのコメントも多かったので、今回あのおつまみをテーマに、あ、前回そうそうそう、さんももう冷めてんだろうとか、散々戦い気にした上で、ね、豆腐気にしたのよ、叩かれたのなるほどね、これはもう冷めないですし、うん、でちゃんとね手袋もして衛生面も気をつけて、できるだけ早めに鮮度が落ちないように作って、最後ちゃんと美味しくいただきましたから、これはお酒をつまみに、お酒のつまみにね、うん、これ時間はどれくらい、20分か30分ぐらいかかりましたね、でも着色で、うん、着色に10分ぐらいかかってるんで、形作ったのに20分ぐらい、で横に豆腐と、はいはい、キムチ、キムチ、キムチと生姜と梅梅肉を添えてあそれぐらいおつまみとして食べましたけど、あ、はい、これもきっとね2チャンネルに叩かれるんですよね。いや叩かれる前提かい。アラを探してね。20分置いた豆腐ってどうなんだみたいな。あいつらアラ探すのうまいからな、2チャンネルな。いや俺が2チャンネルだったら30分キムチおかしゃ嫌だなってから。いやいや最後につけたからね、最後に盛り付けたからちゃんと。まあでもまあまあいかにこれがハブ足で叩かれるかはまたね。まあまあそうね。いやその前に伸びるかわかんないか。そうね、まあまあ、あの、伸びる前提で喋ってもしゃあないです、そうだね、まあ、実際は伸びるかどうかもわかんないですから、伸びたらいいな、だから皆さん、はい、リツイートお願いします、リツイート、はい、で、リプは全部こいつの抱えてみたいなんで、はい、何が作っ、ね、何でこう形付けたんですかみたいな感じは全部僕らが僕と、リモンの木下が多分こいつらのあなた方にお返事しますからね、想像で全部返しますから、ええ、作った本に何も言えないですから、ええなんか思ったことと全然違うみたいなの返ってきて怒ったら大成功まあまあじゃあこれをじゃあ番組終わってすぐにツイッターに流しますので、はい、はい、お願いいたします、馬ということで、うん、はい、来週は何か作るの決めてんすか、いや決めてないんですよね、やっぱりでも私動物好きなんで、うん、動物がいいのかなと思ってるんですけど、それもやっぱりリクエストあったら受け付けようかな、ああ、そっからちょっと選ぶ、じゃあそれもさ、なんかね、うん、もらおう、うん、リクエストじゃあったらツイッターで作ってほしいのがあったら言ってください、はい、そっからちょっと選びますので、はい、お願いいたします、はい、ということで、今週のエマの大根おろしアートのコーナーでしたコーナー、はい、正式なコーナーだったね、正式なコーナーとしてね、やっぱあれだけの反響があって、たね、もうすごい多方面の人に言われるんですよ、ちょっと大根おろしソング作ろうよ、大根おろしソング、いやそれいい、なんでなんでお前は面白くない、一切読みね、いやいや大根おろしソングとか一切読みね、ネットテレビのさ、うん、アイドルの子にさ、うん、こんな感じのジングル作ってもらってさ、大根おろしのコーナーの時にこう流す、あ、でもあの前ゲストに来てくれたルッちゃん、あ、ルッちゃん、ルッちゃんがラブリンゴの歌を作ってくれてる、あ、え、それ使おうよ、次回ね、うん、あの来てくれた時は、うん、それを披露します、あら、近い時間ぶっちゃんやりましょうよ、また来てくれるかな、シンガーソングライターのぶっちゃんね、うんうん、それもちょっと候補に入れて、はい、今後もやっていきたいと思います、はい、ということで、こんなやつはね、はい、もう30分になっちゃいました、早い、はい、あっという間でしたね、あっという間でした、うん、さあ結構コメントいただいてましたね、すごい、あまり読めなくて今日ね、足の引っ張り合いとか足のそう、あ、ぶっちゃんって言ってましたねって、たくむとさん、たくむとさんからいただきましたね、ということで今日はですね、はいはい、木下に意外な才能があるという
そうだね、そうかも。途中で伸ばしてきます。ツイッターに載せますよ、これ。いや、最後の締めの言葉じゃ、今日の MVP 木下さん。あ、私、はい、じゃあ私のツイッターもぜひリツイートお願いします。週刊ラブリモでした。週刊ラブリモ、結構な放送事故だよ。え、あ、言ってよ、大きい声だ、大きい声。いや、グダグダだな、お前。最後、週刊ラブリモでした。ありがとうございます。